ユミリーネが教える風玉運気予報。では運気指数からお伝えしていきます。宿玉六玉の方の今月の運気指数は3です。今月は新たな自分に出会う季節です。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。宿玉六玉の方の2022年今年の運気は安定の季節です。そして今月7月の運気は瞑想の季節です。では宿玉六玉の方の瞑想の季節を詳しくお伝えしていきます。いい加減な行いに対する幸せが表面化しやすくなり、思いもよらないことが起こりやすくなる時期になります。欲張りが入ったり不安を抱いてしまうことも、それによりあれこれ思い悩み、行くべき方向が見えなくなります。瞑想の季節では面倒な問題を整理するなど身を引き締めることが大切になります。このように瞑想の季節では恐れを抱く時です。恐れを抱くのは知らないからです。この時期はしっかり深く学ぶことを意識しましょう。では予報いきましょう。こちら旧暦に表示しておりますので、1日からではなく7月7日から8月6日までが7月の運気になります。そして最も気になるこの7月の瞑想の季節と重なる13、23、8月の2日、このように瞑想の月と瞑想の日が重なる日は、外へ向かうよりも内に意識を向けて、これから先のことをじっくり考える日にすると良いでしょう。では瞑想の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。悪い傾向に行くと現実世界で結果を求めると挫折を味わうので注意しましょう。しかし外へ向かうよりも内に意識を向けて、現実世界よりも精神世界に興味を持つと良いでしょう。そして悪い傾向に行くと積極性や意欲を失い内向的になるので注意しましょう。その反面直感が冴え、精神的な悟りに目覚めると良いでしょう。そして悪い傾向に行くと教えや助けを無視すると何事も長続きしないので注意しましょう。しかし無視をせず、年長者や教師などから大切な教えや助けを素直に受けると良いでしょう。このように運気予報をチェックして、毎月の傾向を知ることで今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。そしてもっと詳しくあなたの運勢を知りたい方は、このような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、起こり得る出来事、そしてその対策など具体的に記しております。気になる方はお問い合わせください。